日本共産党の高橋千鶴子です。はじめに今日予算委員会3時間の質疑で締めくくり総括質疑だということが議論されておりますけれども、私たちはまだまだ審議はするべきだと、今日採決することには反対だ、このことを最初に述べておきたい、このように思います。さて、来年4月からの消費税 10% への増税について、そもそもアベノミクスが評価できるのか否かが大きな争点となりました。率直に言って、企業が世界で一番活動しやすい国を目指している総理と我々では目線が違うために議論がかみ合わないのかなと思って聞いておりました。しかし一方、1億総活躍社会の実現を目指し、そのための新三本の矢として介護離職ゼロや最低賃金1000円、まあ8年後ではありますが、希望出生率実現などこうしたことを打ち出しているということは、大企業や大資産家が独り勝ちの社会では成長も止まる、格差が広がり歪みが出てきたということをお認めになっているからではないでしょうか。総理。安倍内閣総理大臣。私どもが進めているこの政策についてはですね、まさに成長と分配の好循環を作っていくというものでございます。我々の政策によって企業は最高の収益を上げているわけでございますが、それがさらに賃上げという形となる、そしてあるいはまた設備投資という形になっていく、あるいは下請け企業等の取引条件の改善とつながっていくことによってですね、さらに消費が喚起されていく中においてですね、経済の好循環を生み、また国はそれによって得た果実をですね、希望出生率 1.8 のこの実現、あるいはまた介護離職の実現等のための子育て支援、あるいは社会保障費に振り向けていくことによってですね、安定した社会基盤の上にしっかりとさらに成長していくことができる、そしてそれに得た果実をまたそうした社会基盤のために使っていくという成長と分配の好循環を目指していきたいと、このように思っている次第でございます。高橋さん。年収200万未満のワーキングプアが1139万人 24%、 貯蓄なし世帯が3割を超えて、生活保護世帯も162万世帯にもなりました。一方で100万ドル以上の金融資産を持つ方は245万人、2012年12月から2015年7月までの株価上昇によって上位10人の株主だけで2兆3667億円も資産を増やしています。やはり大きくね、成長と循環と言いますけれども、とても循環とは言っていない、格差が広がってきた、歪みが出ている、このこと自体はお認めになっていただけるでしょうか。安倍内閣総理大臣。格差が拡大しているかどうかについてはですね、これ一概に申し上げることができないわけでありますが、格差に関する代表的指標である、ジニケースについて例示として申し上げますと、我が国の場合、税や社会保障による再分配後の所得の格差はおおむね横ばいで推移をしているものと承知をしております。そしてまた他方、相対的貧困率についてはですね、これは2012年、これ、民主党政権までのデータでございまして、第二次安倍内閣以降におけるこれ状況を示すものではございませんが、厚生労働省の国民生活基礎調査、および総務省の全国消費実態調査のどちらで見てもですね、長期的な傾向としては、おおむね緩やかに上昇しているものと承知をしております。高橋千鶴子さん。この間ずっとね、どの数字を取るかで伸びている伸びていないという議論を見てきたから、あえてこういう議論をさせていただきました。総理自身がやはりね、最低賃金上げなきゃいけないとか言っている、その背景にはやはり同じね、やっぱり
前進しているというその評価は違うかもしれないけれども一点認めるところがあるんだろうとそう思って議論を始めたわけです。その点は なかなかねまた数字を持ってきてお認めにならなかったことはとても残念だなと思っております。ただこの後の議論でねもう一回そこを踏まえて答えていただきたいなと思うんですが先に麻生大臣に伺います。消費税増税は、軽減税率をもってしても負担増であるとかあるいは所得の低い人ほど負担の重い逆進性があるということが、この間も指摘をされてきたしお認めになってきたと思うんです。ただその中で、総理も大臣も増収分は全額社会保障に使われるからとお答えいただきました。ただ全額社会保障といってもはっきりさせておきたいのは社会保障の充実に使われるのは増税分の 1% に過ぎません。そうですよね。財務大臣麻生太郎君。これはもうご存知のように税制抜本改革法によります改正後の消費税法及び地方税法によりまして消費税の引き上げ 5% から 10% によります増収分いわゆる通称14兆円と言われておりますがそれを全額社会保障の充実安定化いわゆる年金医療介護子育て等々に充てるということとされておりますのはご存知の通りです。で具体的に今 1% と言われました約2兆8000億円程度のものを子育て医療介護年金の分野ごとにメニューを示した社会保障の充実に充てるということになりまして残りの 4% の相当分11兆2000億の程度を基礎年金の国庫負担を2分の1に引き上げます分に約3兆2000億また後の世代への負担というものの付け回しの軽減に7兆3000億程度を充てるなどの社会保障の安定化に充てる枠組みとなっておりますがご存知の通りです。従いまして社会保障制度を持続可能なものにしていかねばなりませんのでそういった意味では安心してこういった制度を利用できるようにしていくためにも必要な制度だと私どもは考えております。はいはい、高橋さん答えだけでよかったんです、ね、資料の1枚目に書いてありますけれども結局いろいろおっしゃるけれども充実、これ私中身にはちょっと意見があるんですけれども 1% の部分であると2兆8000億円でそれ以外は 4% は社会保障の安定化これ資料でも分けてありますけれどもただその最大のものは7兆3000億円これは恒大への付け回しの軽減消費税なかりすれば、赤字がもっと増えていたんだろうという理由でやるべき予算を、付け替えている黙っていても当然予算をつけなきゃいけない部分を消費税財源に付け替えただけであって全額消費税社会保障に使うからいいんだという理由は私は全く成り立たないこのことを指摘したい。昨年1月の経団連ビジョンの中でも現行 32% の法人実効税率を2021年度には25% に引き下げる一方消費税を 19% に引き上げるよう提案をしています。こんなむしろいい話あるでしょうか。消費税で税収がたとえ増えても法人税減税で引っ込むわけです。これがどこまでいっても充実も安定もできないではありませんか。パネルお願いします。でパネルをちょっと見ていただきたいと思うんですね。申告所得に対する税と社会保険料の負担率これを見ますとね、社会保険料の負担率は最も逆進性が高いです。これ所得税の負担率私たちよく示しますけれども、1億円の所得の人まではだいたいこう境になって応納負担なんですよね。だけど1億円を超えるとぐんと下がってしまう。ところが社会保険料負担率は所得200万円の方が 16.7% が山で、あとはガクンと下がるんです。でこのパネルのトップはですね、100億円以上の方なんですが11人いらっしゃいます。ところがあまりに所得が多すぎて負担率がゼロしか表示できないんです。で0円という意味ではなくて 0.00 なんということなんですよね。こうした現状は厚労大臣お認めになりますよね。今やるべきは庶民と中小企業にあまりに重い社会保険料負担を軽減して逆進性を是正するべきではないでしょうか。塩崎厚生労働大臣。社会保障制度を我が国ではこの社会保険を基本として、おりますけれども所得のない方とかあるいは所得の低い方も
社会保険から排除をして生活保護などの扶助制度で対応するのではなくて、保険料の軽減あるいは免除の仕組みを設けてできるだけ社会保険制度の中でカバーするようにしているのが我が国の制度であるわけであります。そして低所得者についても社会保険制度に加入することで年金、医療、介護などの社会保険方式による給付あるいはサービスを受け取ることができるということになっておりまして、基礎年金あるいは国民健康保険、後期高齢者医療介護保険についても費用の半額は税金で見ているということで、混合のスタイルになっているわけでありまして、社会保険制度に加入することで所得がなくてあるいは低い税金を負担していない方でも社会保険の給付を受けることができるわけでありまして、社会保険料の負担については、給付を伴うということと、そして税の負担、つまり累進の税でも負担をする仕組みにしているということを考えなければいけないんだろうと思います。で、社会保険料自体についても、例えば医療や介護では、負担能力に応じて負担をいただく仕組みを取った上で、低所得者にはさらなる保険料の軽減などを行うきめ細かな対応を行っているわけでありまして、この 8% への消費税の引き上げのときにも、所得の低い方については、すでに26年度から国民健康保険料の軽減の拡大はしておりますが、27年度から介護保険料の軽減の拡充を行っておりますし、これを通じて、特に所得の低い方についても、社会保障税一体改革の中において、社会保険料について、負担能力に応じた負担となるように、特段の配慮を行っているところでございます。高橋さん、はい、低所得者でも加入することで給付があると、それはいいんですよ。だけど、だからといって低所得者が負担が極端に逆進性になっているということが問題でしょということを言っているのであって、最後に一定検討していますというお答えだけでよかったのではないかと思いますね。これはもっと引き続きね、思い切って軽減をするようにしていかなければならない、こう思います。政府の財政制度審議会の建議では、2020年度までの経済財政再生計画を着実に実現するために、来年度予算が目安から逸脱するようなことは断じてあってはならないと述べた上で、特に社会保障関係費については、目安が設定されているが、3年間の目安であるからといって、歳出の伸びの抑制を先送りすることがあってはならないと、厳明して、高齢化などに伴う伸びを、いわゆる自然増分を、5000億円弱に収めるように求めている、まさに社会保障狙い撃ちなんですね。それが資料の4枚目に示された財務省の改革工程表であります。これ一部抜粋させていただきました。実際は44項目あって大変細かいので、分かりやすいところだけ悪いけど抜粋させていただきました。一つ一つやる時間はありませんが、一般病床の居住費、水光熱費の患者負担ですとか、65歳から74歳の介護保険の利用料負担を原則2割負担に倍にするということですよね。そして年金支給開始年齢のさらなる引き上げ、先ほど来、1億総活躍で定年を延長することとか、高齢者も働くこと、議論がありました。それはいいですよ。働きたい人が働くことはいいですよ。だけど誰もがそうだとは言えないのに、支給年齢を引き上げる、 さらに先送り、こうしたメニューがずらずらとあると、これはひどいのではないでしょうか。で、具体に質問いたします。資料の ⑤ に、26日付の東京新聞書いてあります。年金抑制強化、18年度から、厚労大臣、簡潔にお願いしたいと思うんですが、物価などの伸びよりも年金給付を低く抑えるマクロ経済スライドの仕組みが、実際はデフレ時には発動しないために、一度発動したのは、今年度、昨年4月から1回きりであります。来年は実質賃金が下がったので発動しないそうです。これではいかんと、毎年下げれるようにということで、デフレでも下げようということが議論されてきたわけですよね。でも今回それはしない代わりに、下げられなかった分を翌年回しにして確実に下げていこうと考えている。これ簡潔にご説明ください。塩崎厚生労働大臣。翌年にというお話でございますが、それは正確な話ではないと思います。平成16年改正で、このマクロ経済スライドを現役世代の負担が過重なものにならないように、
将来の保険料の上限を固定をして、そしてその範囲内で年金の給付水準を調整をするという、仕組みを入れたわけでありますが、一方、マクロ経済スライドの導入後もですね、デフレによって賃金、物価が上昇しない中で、給付水準の調整が行われない状態が続いてまいりました。このことから、これをできる限り先送りをしないという観点から、マクロ経済スライドの在り方について、社会保障税一体改革の時から課題として議論してきたわけでありますけれども、マクロ経済スライドについては、現在の高齢世代の生活にも配慮をして、年金の名目額がマイナスとならないようにする現行の枠組みを維持しながら、経済状況によってマクロ経済スライドの調整が完全に実施できなかったとしても、その未調整分を直近の景気上昇局面で調整をする方向で検討しておりまして、すぐ翌年に必ずやるんだというような話では決してないわけで、これによって将来世代の給付水準を確保していくという考えでございます。高橋千鶴子さん、はい、そうですね、翌年がやっぱりあんまり上がらなかったら、上がった分だけ減らして、またその残りをこう積み上げていってどんどん減らしていくと。でだからずっとよほどのことがない限り年金はそのままになる、強気になる。つまりこのマクロ経済スライドの率を、今年度は 0.7% と聞いてますが、それより上回る実質賃金でなければ結局年金は上がっていかないと、こういうことだと思うんですね。私は国民の老後の支えである年金保険料積立金を GPIF が株の運用で7兆円とか9兆円とか損失を出しても長い目で見ればトントンだから大丈夫と開き直り、誰も責任を取らないのに年金受給者に対してはほんのわずかでも減らせなかった分は来年あるいは再来年まとめてという具合に確実に減らす仕組み、しかもトントンどころか今でさえ暮らせない、こういう声が上がっているときにあまりにも身勝手だと思います。これ以上の年金削減は絶対やめるべきです。次のパネルをお願いします。昨年の予算委員会での私の質問に対しても塩崎大臣は年金削減ずっとされるじゃないかと言ったら、いやいや公的年金だけで暮らせるもんじゃないと答弁をされました。40年間せっせと納めてきてやっと年金もらえると思ったら足りないけど、それは自己責任よと、個人年金や金融商品活用して何とかしなさいと言ってるのが今の政府なんだ。これは理念の上でももはや社会保障は自分と家族による自助努力が基本と変質されております。パネルを見ていただきたいと思います。お手元の資料は6です。上は2012年民主党政権時に3党合意で成立をした社会保障制度改革推進法の基本的な考え方、社会保障制度は次に掲げる事項を基本として行われるものとする、自助、共助および公助が最も適切に組み合わされるよう云々と、これもだいぶ私不満ありましたけれど、でも自助、共助、公助となっていた。それが翌年ですね、安倍政権になって本当はこの社会保障制度改革推進法の、4条の規定に基づいて作ったこれからの改革の全体像を明らかにするのがプログラム法というこの下にあるものなんですね。ここには政府は住民相互の助け合いの重要性を認識し、自助自立のための環境整備等の推進を図るものとする、自助しかなくなっちゃったんです。総理、この理念はもう憲法25条、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、これを国が保障するという2項、この義務を放棄したに等しいのではありませんか。安倍内閣総理大臣。我が国の社会保障は従来からですね、自ら働いて自らの生活を支え、健康を維持する自助を基本とし、社会連帯の精神に基づき共同でリスクに備える共助、そして自助・共助で対応できない場合の必要な社会保障を行う公助を適切に組み合わせる考え方に立って制度を構築してまいりました。ご指摘の社会保障改革のプログラム法ではですね、この考え方を改めて確認し、そして政府は自助・自立のための環境整備等の推進を図るとしたものでありまして、我が国の社会保障の理念を変更したとの
指摘はこれは全く実は当たらないわけであります。社会保障と税の一体改革においてはむしろ消費税率の引き上げにより安定的な財源を確保した上で年金制度の安定的なものとするための基礎年金の国庫負担割合の2分の1への引き上げ、所得の低い方への国民健康保険料や介護保険料の軽減の拡充、難病対策の充実など、まあ、幅広い分野で社会保障の機能強化と充実を図っているわけであります。このような取り組みを通じて所得の低い方々にもきめ細かく配慮を行いながら引き続き憲法25条に基づき国が社会保障の向上増進に努める責務をしっかりと果たしていく考えであります。高橋さん、はい、この条文のどこを読んでも総理が言うような改めて確認したと自助、共助、公助とこれは全く担保されてないと思います。先ほど話題になった、ね、子ども手当の時もそうだったんです。自民党が野党だった、これを修正をした時に子どもは家族が育てるものとわざわざ書き込ませた、まずそういうところに、ね、思想が貫かれてるんですよ。本当に困った人にはセーフティーネットと言います。しかしそのネットがあまりに小さく、その網の目はあまりに大きくなってしまってどんどん取りこぼされています。例えばさっき紹介した財務省の工程書には就労要求ないなら生活保護を停止するといった法改正をこの次やれと書いています。最後のネットさえ断ち切ってしまうような解約を迫ってるんだと、どこに共助があり公助があるんだ、これを重ねて指摘をしておきます。断じてあってはなりません。そこで最後に提案をいたします。本来賃金が上がり雇用者がこれいいです増えれば年金財政は改善されていきます。パート労働者に厚生年金加入を拡大することも必要ですが、もともとの賃金が安く加入期間も短いので到底暮らせる年金にはなりません。働いてもなお低賃金で生活保護を受給している人も多いです。ここを上げていくべきです。 最低賃金1000円を目指すべきです。例えば時給1000円未満の労働者がおよそどのくらいいて、最低賃金を底上げすることにより経済効果がもたらされ財政効果も大きいと思いますが、いかがでしょうか。塩崎厚生労働大臣。平成26年の賃金構造基本統計調査の特別集計によりますと、平成26年6月時点で時給換算をした賃金が1000円未満の常用労働者数は約804万人でございまして、常用労働者全体の 25.9% に当たっております。最低賃金は地域の実情を考慮した上で都道府県ごとに決定をしているわけでありますけれども、全国1000円以上に引き上げた場合中小企業を中心として労働コストの増加によって経営が圧迫をされかえって雇用が失われる恐れもあるわけでございまして、賃金増加による経済波及効果や年金受給額、生活保護受給者への影響などについては一概に言えないのではないかと思います。最低賃金につきましては年率 3% 程度を目途としまして、名目成長率にも配慮をして引き上げ、そしてこれによって全国加重平均が1000円となることを目指すこととしております。最低賃金の引き上げにしっかりと取り組んでまいりたいと思います。また生活保護に至る前の段階にある生活困窮者への相談就労支援などの包括的な支援、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大などにもしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。はい、高橋さん。はい、例えば労働総研 の調査では2兆7800億円の経済効果があるという指摘があります。昨年の経済財政諮問会議でも総理の指示で最低賃金を20円、まあ、これ桁がちょっと残念ですけれど上げたらどうかと、経済効果あるねという試算をしてますよね。こういう立場でやっぱりね、懐を温めて経済産経と財政再建に向かう、この道をやるべきだということを指摘をして質問を終わります。これにて高橋君の質疑は終了いたしました。次に下地幹雄君。以上。下地君、この予算委員会がですね始まるときに、まあ、与党でもない野党でもないというようなことを私どもが申し上げたら、私どもの時間をですね自民党が搾取したんですよね。で今日最後の自民党じゃない